ルツアーにご参加いただき誠にありがとうございます。本日は町全体が世界遺産に登録されているバースをご案内いたします。早速ですが、お腹は空いていませんか？私はお腹がペコペコです。中心街を通って朝食を食べに行きましょう。こちらはローマンバスです。約2000年以上も前にローマ人によってこの温泉複合施設が作られました。大浴場だけでなく、サウナや社交場でもあり、神々に祈りを捧げる神聖な空間でもありました。館内はまたの機会にご案内いたします。こちらはバースアビーです。イングランドの王エドガー王がここで冠を授けられました。建物の約 80% が窓で構成されています。詳しくは別の動画でご紹介いたします。入場料は無料です。目的地はもうすぐそこです。サリーランズは15世紀に建てられたバース最古の建物です。サリーランズといえばバンです。バンとは小型の丸いパンのことなんですが、ここではトーストしたバンにベーコンやサーモン、チーズを乗せたものやレモンカード、シナモンバターなどの甘いトッピングもあります。地下にはサリーランズの歴史を伝える博物館がありますが、現在は閉館中です。どれも美味しそうなのでなかなか決めることができません。悩みに悩んで店員さんのおすすめのものにしました。どちらもすごく美味しいんですが、シナモンバターのバンはぜひ食べてください。とっても美味しかったのでバンとシナモンバターをお持ち帰りしました。このお店は本当におすすめです。バースのインドアマーケットに行ってみましょう。
中心が円形になっていて、カフェや生鮮食品、本や革製品まで幅広くいろいろなものが売られています。呼び込みの人がとっても印象的でした。それではバース市街を散策していきましょう。バースに来たら外せないランドマークへ向かいましょう。こちらはザ・サーカスです。イギリスの建築家ジョン・ウッド親子によって作られた円形状のタウンハウスです。丸い芝生の広場を中心にぐるりと囲むように作られています。さらに美しいロイヤルクレッセントへ向かいましょう。目の前にはロイヤルビクトリアパークが見渡せます。この三日月型の美しい曲線を描く建物は上流階級の人々のための別荘として18世紀に建てられた集合住宅です。現在も人々によって住まれています。ナンバーワンクレッセントというミュージアムが併設されています。ロイヤルビクトリアパーク内にはミニゴルフやテニスコート、子どもの遊び場や植物園などいろいろなアクティビティがあります。冬にはスケート場も登場します。バースショートトリップはまだまだ終わりません。ショートトリップ後半もぜひご参加ください。それではここで一旦ブレイクタイムです。ではまた後ほどお会いしましょう。Have a good day!